週末映画情報シネマッケー、週末映画情報シネマキング第414回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア発行編集人ムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は3月15日金曜日、3月16日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介します。まず最初に紹介するのはムービーステーション3月号の表紙にもなっておりますフライイルミネーション最新作フライから紹介します。最初に紹介するのはフライ、ミニオンズのイルミネーションスタジオが放つ冒険アニメーションです。渡り鳥なのに一度も移動したことがないカモの一家が体験する初めての大移動を描いてきます。坂井雅人、麻生久美子、ヒコロヒーが声を担当した日本語吹き替え版が家族鑑賞におすすめかもしれないです。フライ、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは変な家、覆面ライター、YouTuber、ウケツによる人気動画「変な家」と同タイトルのウェブメディア記事をもとにしたミステリー小説を間宮祥太朗を主演に迎えて映画化しました。家の間取りについて相談を受けた動画クリエイターの違和感から始まる予測不可能ミステリーです。変な家、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはデューン砂の惑星パート2、ティモシー・シャラメを主演に迎え、その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる惑星デューンを舞台に壮大な宇宙戦争を描いたデューン砂の惑星の続編です。全てがスケールアップ、全編 IMAX 撮影の驚異のスケールで放つ SF アクション超大作です。デューン砂の惑星パート2、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは恋煩いのエリー、藤桃の人気少女漫画を宮瀬劉備、そして原菜乃華のダブル主演で実写映画化しました。気になる男子の妄想を SNS でつぶやく女子高校生が、表と裏の顔を持つ女子に人気の男子生徒に趣味がバレたことをきっかけに親密になっていく様を描くラブストーリーです。恋煩いのエリー、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは私時々レッサーパンダ、ディズニー&ピクサーの泣ける名作3作品を劇場公開します。まずは2023年第95回アカデミー賞長編アニメーション賞にノミネートされた私時々レッサーパンダ。本当の自分を見失いレッサーパンダになってしまった思春期の少女の葛藤を描いてきます。私時々レッサーパンダ、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはマイシャイニーワールド、韓国を代表するボーイズグループであり数多くのヒット曲を擁するシャイニーがこれまで開催した6回の単独コンサートの映像をもとにデビュー以来15年の歩みを振り返ったドキュメンタリー映画です。熱いステージ、秘蔵映像とともにファンの視点で迫っていきます。マイシャイニーワールド、3月15日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは12日の殺人、悪なき殺人のドミニク・モルガ監督、2022年第48回セザール賞作品賞監督賞など6冠に輝いたスリラー映画です。ポリーヌ・グエナのノンフィクション著作をもとにある女子大学生の殺人事件を捜査する刑事が事件の闇に蝕まれていく姿を描いてきます。12日の殺人、3月15日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはカウントミーイン、魂のリズム、ディープパープルのイアンピース、ポリスのスチュワート・コープランドといったそうそうたる面々が出演。ロック界における伝説的ドラマーたちに焦点を当てた音楽ドキュメンタリー映画です。カウントミーイン、魂のリズム、3月15日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはボブマーリー、ラストライブインジャマイカ、レゲエサンスプラッシュ。レゲエの先駆者でありラスタファリアニズムの象徴として世界中に知られた
ボブ・マーリーが母国ジャマイカで行ったラストライブを映像化したドキュメンタリーレゲエサンスプラッシュをデジタルリマスター版で上映します。ボブ・マーリーラストライブインジャマイカレゲエサンスプラッシュ、3月15日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはビニールハウス。第27回釜山国際映画祭で3冠に輝いたキム・ソヒョンが主演を務め、メガホンを取ったイ・ソルヒ監督の自身の祖母と母の関係性に着想を得て、誤った選択によって負のスパイラルに陥っていく女性の運命を綴ったサスペンス映画です。ビニールハウス、3月15日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは愛の行方。長澤いつき、窪塚愛流のダブル主演、宮島風花監督による反自伝的長編デビュー作です。宮島風花監督の実体験をもとに、一人の女性のもとで共に育てられた幼なじみの少年少女がそれぞれの居場所で孤独の中成長していく様を描いてきます。愛の行方、3月15日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのはレッドシューズ。世界最大のバレエコンクールの金賞受賞者ジュリエット・ドハーティ主演で送る卓越したダンサーたちによる本物のバレエが堪能できる本格バレエ映画です。レッドシューズ、3月15日金曜日より東宝シネマズ木曽川他で公開です。続いて紹介するのはラブライブザ・スクールアイドルムービー。ラブライブテレビアニメ放送10周年を記念し、2015年に公開されたラブライブザ・スクールアイドルムービーを作品の臨場感を味わえる体験型上映である 4DX 化して上映します。ラブライブザ・スクールアイドルムービー、3月15日金曜日より中川コロナシネマワールド他で公開です。続いて紹介するのはその鼓動に耳を当てよ、人生フルーツなどを送り出した東海テレビドキュメンタリー劇場第15弾となります。断らない救急をモットーにしている名古屋駅西海病院の ER 救急救命室を舞台に、運ばれてくる患者たちとコロナ禍で窮地に立たされた ER のありのままを映し出していきます。その鼓動に耳を当てよ、3月16日土曜より名古屋キネマノイにて公開です。続いて紹介するのはカール・テアドアドライヤーセレクションボリューム2。世代を超え敬愛される世界映画史が誇る孤高の映画作家カール・テオドア・ドライヤーの好評を博した2021年の特集上映に続き第2弾を開催します。カール・テオドア・ドライヤーセレクションボリューム2、3月16日土曜より名古屋キネマノイにて公開です。続いて紹介するのは青春ジャック止められるか俺たちを2。1969年を舞台に若松浩二監督が設立した若松プロダクションを描いた青春群像劇止められるか俺たちをの続編となります。井上純一が企画脚本監督を務め、今回は名古屋のシネマスコーレを舞台に若松浩二役を前作から引き続き井浦新がシネマスコーレの支配人木又順次役を東出昌大が演じています。青春ジャック止められるか俺たちを2、3月16日土曜よりシネマスコーレ他公開です。続いて紹介するのはガザサーフクラブ。経済封鎖が続き船舶の自由なレールのないイスラエルとエジプトに挟まれたガザ地区、そんな状況下でも自由を求めてサーフィンを楽しむガザ市のサーフコミュニティを捉えたドキュメンタリーです。ガザサーフクラブ、3月16日土曜よりシネマスコーレ他公開です。続いて紹介するのは映画窒息。言葉が失われて荒廃した世界で自給自足で生きる女の生活が男と暮らすことで変わっていく様を描き出す全編モノクロセリフなしの異色ドラマです。映画窒息、3月16日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは獣手。オリジナルビデオの監督プロデューサー出演をしてきた福谷貴博が制作会社を辞め、自ら企画したスプラッタ映画です。和田美里と福谷貴博が夫婦でダブル主演を務めています。獣手、3月16日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは映画おしり探偵さらば愛しきおしりよ。
トロルによる児童書を原作にしたテレビアニメ不思議探偵の2作目となる長編劇場作品です。かつての相棒スイセンから届いたメッセージを発端に巨大都市ハッタンタウンで贋作事件の捜査を進める不思議探偵が絶体絶命の危機に陥る姿を描いてきます。映画おしり探偵さらば愛しきおしりゅう3月20日水曜日祝日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました、ムービーステーション3月号ミッドランドスクエアシネマミッドランドシネマ名古屋空港で絶賛配布中です。ぜひ近くに行った際には手に取ってみてください、表紙のフライも待ってます。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーンそして大音響で鑑賞するために映画の制作者サイドが作っております。皆さんも映画館で好みの映画を見てぜひ映画にしてみてください。それではさようなら。